誰もが見ていながら誰も気づかなかったことに気づく研究とはそういうものだ。これはですね、動物行動学者であり、皆さんも知ってるかもしれません、ノーベル賞受賞科学者であるコンラート・ローレンツ博士が残した言葉です。犬は嬉しい時に尻尾を振る、これ本当でしょうか。2007年ですね、あるイタリアのグループがですね、それを検証してみました。さまざまな刺激ですね、例えば普段世話をしている人とか緊張する威圧的な犬とか猫に合わせた時の犬の尻尾の振り方をこう詳細にビデオで録画して細かく解析するわけですね。そうするとですね、実は見事に出会った相手に対して犬が尻尾の振り方を変えてるっていうことが判明しました。普段世話をしている人、すなわち大好きな相手ですね、そういう人に対して実は尻尾をより右に大きく振るということが分かったんですね。本当かなと思ったら私も実際自分で確認したくなるんです。手作りの実験装置を作って自分の愛犬に協力してもらって、検証したわけですね。私が彼女の前からいなくなって一定時間後に帰ってきて、その時の彼女の尻尾の振り方っていうのを見てみたところですね、こんな風にですね、右右左右左右右っていう風にやっぱりより多く右に大きく尻尾を振ることが分かりました。飼い主としてはとても安心する結果となったわけです。さて最初の言葉に戻りましょう。いつも見てるような行動でも本当かなと思ってよく見てみたら新しい発見につながるっていうことはよくあるもので、すなわち誰もが見ていながら誰も気づかなかったことに気づける。動物行動学っていうのはそういう知的好奇心と疑問からできてる学問です。